青山学院中等部、高等部青山学院中等部、高等部は東京都渋谷区渋谷4丁目にある私立中高一貫校。現在ある中等部は1947年開設、現在ある高等部は1950年設立である。メソジスト派のミッションスクールでキリスト教精神に基づく教育を行っている。青山学院初等部からの生徒の他に中等部、 高等部入学試験により入学した者が在籍している。高等部では、中等部もしくは初等部から入学し、または幼稚園から入園した内部進学の生徒と高等部から入学した外部進学の生徒との間で、第一学年から混合して、クラスを編成する併設型中高一貫校である。高中部という名称が使用されることもあるが、これは、 中高一貫での教育体制を実施するために、1986年より、学校法人青山学院が法人内に設定している組織名称であり、東京都への届け出はあくまで中等部、高等部である。全校生徒数は2010名4月現在で1、学年中等部8クラス、高等部10クラス程度のホームルームで構成している。価値観の多様性の共有を目指す。 国際交流の取り組みとして、英国パブリックスクールのリーススクールや、イートンカレッジ、イタリアのパスカル校と交流を深めている。本学は、青山学院教育方針に基づき、一人一人の生徒の人格を育み、その自己実現を支える。また、与えられた自分の力を他者のためにも用い、隣人と共に生きることを喜び。 平和な社会に貢献する人間の育成を目指す。奇数は卒業時のもの。2月2日に入学試験を実施。2月3日に合格発表を行う。入学試験は国語、算数、社会、理科の4教科で行われる。国語、算数は試験時間50分。社会、理科は試験時間25分である。平願校として2月1日に行われる。 学習委員女子中学を選択するケースが多い。ありがとうございます。